まだ練習積んでる段階での試合だったんで、そんなに気負うことはなくて、練習通りの走り、またそれ以上の走りができたらいいなと思う思いで。下半身のウェイトの強化だったり、スプリントドリルの技術的な面が本当実感できるぐらい向上しているので、まあ今年はタイム出るだろうっていう感じは、手応えはありました。なんか48秒台は嬉しいんですけど、もっと上がる体の感じではあるので、自分の中では日本選手権に向けてもう一段階ギア上がるかなと思います。社会人1年目で結構節目って自分ちょっと落ちちゃうところがあるんですけど、こうやって順調にスタート切れてるのが、まあ拠点は大学と変えずに順天堂大学でやらせていただいてるので、なんか安心して1年目も自分らしく取り組めてます。まあ、練習の成果がこうやって記録として結果に結びついてくれているので、ちょっと自信にはなりました。